それで原点に向かって凸というような性質がございます。そこの君、君さっきからどうした、質問。いや、黙ったらわかんない。喋ってたってことは質問なんでしょ。おい、質問して。だから黙ってたらわかんないって。学生番号と名乗って、立って。立って。静かにしてる。続きます。で、二つ目の性質は、